皆さんこんにちは、日本維新の会推薦の斉藤元彦候補、本日はこちらに来ていただき斉藤候補の訴えを皆様に聞いていただきたい、若い方にもそしてまだ誰に投票しようか迷っておられる方々多いと思います。その方々の投票の原動力になればという思いで本日は斉藤候補に来ていただきました。本日 JR の六甲道の駅前で街頭演説もさせていただき、斉藤候補、今までの演説の中で最高だったというお声を、いただいたんですが、残り2日、今までも振り返って一言視聴者の皆様にお声いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。選挙戦もあと2日になりました。はい、もう一歩一歩ですね、県民の皆さんに自分の考え、そして思いをですね、伝えていくということに尽きる。もうあと一歩のところ、かなり接戦ですので、しっかり最後まで思いを伝えて、県民の皆さんの共感をいただくと、それを頑張っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。で、何度もですね、私、斉藤候補の街頭演説を聞かせていただきまして、常に出てくる強いキーワード、兵庫と大阪の連携、これを進めよう、これについてですね、少しお考えいただけたらと思います。そうですね、これからの時代は、産業振興も観光振興もそうですけど、兵庫県一つだけでやってる時代ではないというふうに思ってます。だから観光で言えば大阪や京都としっかり連携していく必要がある。特にやはり大阪との連携が重要だと。関西の中で兵庫県と大阪が一番人口も含めて多いですから、そこはしっかり連携して一緒に盛り上がっていかなきゃいけない。対立ではなく壁を作ったりするという議論ではなく、やっぱり一緒になって仲良く連携していくと、兵庫県からしっかり関西を盛り上げていくと、それぐらいのやっぱ気概と意欲を持って私はやっていきたいなんてことですね。そのお話のところ、すごく拍手も起こってましたんで、皆さん期待されていると思います。それはですね、兵庫と大阪の連携といえば、もう日本維新の会でこの方のご意見を聞かないわけにはいかない。さあ一体皆さん誰だと思いますか。とっておきの方に来ていただきました。日本維新の会総務会長、東徹参議院議員です。どうぞよろしくお願いします。日本維新会参議院議員総務会長に対しております、東徹でございます。私はこれまでですね、橋本知事代、そしてまた松井知事代をずっとですね見てまいりました。今大阪から兵庫を見て思うことはですね、やっぱり兵庫がやっぱり停滞してきてる、停滞というかですね、やっぱり衰退してきてるんじゃないか、そういう危機感を持っております。やはり大阪も兵庫も、一緒になって力を合わせて、この関西を盛り上げていくということが大事です。この兵庫県がしっかりと経済的に成長していく、そのことによって、人も豊かになり、そして、企業も来る、増えてくる、そういう兵庫をですね、作っていかなくてはならないというふうに思います。大阪も兵庫も、医療であるとか、そしてまた成長する産業、そしてまたこれからはですね、コロナが終われば、観光分野、こういったものもですね、もっともっと成長していくことができます。ぜひ兵庫と大阪力を合わせてですね、2025年、大阪関西万博もあります。ぜひ盛り上げていって、そして兵庫がしっかりと成長していって、東京一極集中ではなくて、この兵庫、関西がですね、しっかりとこの日本の経済を引っ張っていく、そんな兵庫県を作っていきましょう。そのための斉藤元彦さん、ぜひとも知事として活躍していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。一言お願いいたします。本当に大事なアドバイスいただきました。やっぱり兵庫県と大阪がしっかり連携する、もう対立ではダメです。共に切磋琢磨しながら、むしろこの兵庫から神戸から関西も連れていく、そういった思いをやっぱり強く持っていくということを私はやっていきたいと思います。東徹議員になりますので、もう知事になられて、しっかりタッグを組んでですね、頑張っていきたいと思いますので、本日どうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。ですね、街頭演説をお聞きになっている皆さん、すごくですね、この大阪との連携をやっていこうといったときに拍手が本当にたくさん湧くんですね。斉藤元彦さん、吉村知事との連携、私も期待しております。ではここでですね、よく聞かれる43歳若いねって言われるんですが、
斉藤元彦さん自身は、いや若くないですと、日本各地で若いリーダーが活躍してるんですよくお聞きします。そのあたりのお話を少しお聞かせいただけたらなと思います。そうですね、40代っていうのはまさに私はあの子育て小学生の子供もいますし、はい、まあ、子育て真っ最中、はい、両親は70代団塊の世代です、はい、で私たち40代はやっぱり企業であったり組織の中枢になってきてるんですね、はい、あらゆる世代の県民の皆さんに対して責任を持って生活や暮らし、そして仕事をお支えするという世代なんですね、はい、その代表としてやっぱ兵庫県を担っていきたいという強い思いで私はいます、はい、43歳はやっぱり若くはないですし、まあ、ただ一方で若さとフットワークもまだありますから、はい、それとやっぱ20年間の総務省などでのやっぱ行政経験、はい、しっかり活かして県政を前に進めていきたいと思っています、はいはい、ありがとうございます。ではここで若きリーダーといえば日本維新の会、この方を置いていないと思います。365日ブログを発信される音喜多駿参議院議員です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。日本維新の会参議院議員東京都選挙区の音喜多駿です。今日は斉藤元彦候補の応援に参りました。若きリーダーに求められることは新しい政治家ということなんですが、まあ、大きく2点あると思います。一つはやはり前例にとらわれない、しがらみのない新しい政治が行えること、やはりこの一部の団体とかですね、一部の方々のためにどうしても今までの政治は行われてきた。30年前ならそれでよかったんです。9割の方は何らかの団体、労働組合であるとか町内会、自治会、PTA、あるいは宗教団体、こういうのに加入していた時代もありました。でも今はおよそ半分の方がもうそういった何にも所属をしない、いわゆる無所属の個人になっています。そういった方々の小さな声を拾い集めて政策に実現できる、まあ、こうしたことが新しいリーダーには求められます。そして2点目はまさにこのチラシにも書いてある情報発信、情報公開、まあ、いつどこで誰が何をやってるかわからない、まあ、こういう政治はねもうダメなんです。だからもう吉村府知事もコロナの会議も全部インターネットで公開して2時間とかけんけんがくやっている、こういうね情報公開、そして県民の皆様に自分が何を考えているか、何をしているのか、これをね43歳という若さで、まあ、インターネットとかいろんなツールも駆使して発信していく、伝えていく、そういうリーダーに私は斉藤元彦さん必ずなってくれると思いますので大いに期待しています。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。一言お願いいたします。はい、やっぱり一番大事なご指摘いただきました、はい、私は大阪でもそうでしたけども、はい、あらゆる会議、大事な会議、コロナもそうでしたが、あらゆる全ての情報をですね発信して府民の皆さん、県民の皆さんにやっぱしっかり情報公開をしていく、これはやっぱり県民の皆さんに対するコミュニケーション、円滑なコミュニケーション、コロナの問題もそうですけど、県政をどうやってやっていくのかということをしっかりご説明するということで、共にやっていくということが大事だと思ってますので、はい、しっかりアドバイスを受け止めながらですね、やっていきたいと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。またいろいろなアドバイス、どうぞ、音喜多議員、東京からよろしくお願いいたします。ありがとうございます。維新の会。こうでしたね。すいません。ありがとうございます。東京では維新の会ってされるそうで、私も前に行った時、だだ滑りしましたので、また練習を一緒にさせていただきます。はい、それではですね、最後の質問になります。兵庫県はですね、人口の流出が長年続いております、そのことを斉藤候補も訴えておられます。私はここでキーになるのがやはり女性の活躍ではないかなというふうにちょっと個人的にも思ってるんですけども、まあ、その辺も踏まえてその人口の流出、まあ、どう止めていくか、また女性の活躍どうするか、その辺のご意見を視聴者の皆さんに力強くよろしくお願いいたします。人口流出の問題は兵庫県の中でやっぱり急務だと思ってます、はい、まずやっぱり若い人たちがですね、関西の中でも兵庫県は大学の数は多いんですけど、はい、卒業した後本当は兵庫県に残って働きたいっていう人多いんですけど、そうですね、はい、実際は東京や大阪に行ってしまうという人が多いんですね、はい、そのギャップを埋めるためにはしっかりと企業誘致、はい、米英の再生をしてですね、はい、企業誘致をやっていくと、それからスタートアップ、自分でビジネスやりたい、はい、農業やりたい、そういった人をしっかり応援していくということをやりたいと思ってます、はい、まあ、日本一、日本、兵庫がですね、はい、若い人たちが住み働き続けた、そんな県にする、はい、また女性の活躍についてもやっぱり大事で、はい、まあ、これからの時代は、まあ、子育て教育もそうですけど、はい、やっぱり男性だけの視点で社会課題を解決しているという時代ではないんです、ね、そうですね、私も思います。やっぱり女性であったり、さまざまな多様な視点を取り入れながら社会県政を進めていくということをやっていきたい、はいはい、だから、まあ、女性の幹部職員の登用、はい、それからいろんな県の中には審議会だったり、はい、まあ、研究会もありますけど、はい、そういったところにもっともっとですね、若い当事者である女性の方、
もちろん高齢の方もそうですけど、はい、いろんな多様なですね、あの方々にもっと入っていただいて、全庁的な意思決定過程ですね、県政を決めていく、そういったプロセスに女性の皆様、多様な視点をですね、はい、取り入れていきたいというふうに私は思っています。分かりました。ありがとうございます。素晴らしい考えだと思います。私もやはり女性の方にね、活躍していただきたいとすごく思っております。で、日本維新の会、もう女性といえばですね、実は女優で、作家で、そしてですね、なんと保健師でもある石井光子先生に女性の活躍についてご意見をいただきたいと思います。石井先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。日本維新の会全国比例の参議院議員、女性局長を務めております石井光子です。本日は応援に参りました斉藤元彦さん、応援しております。ただいまお話にも出ましたけれども、兵庫県から若い女性、働き盛りの女性、そして母親である女性、子育てをしている女性がどうも他県に出て行ってしまうという、この現象をですね、ぜひとも新しい県知事斉藤元彦さんに食い止めていただきたいと願っております。女性の活躍といってもですね、私はたまたま議員という仕事をしておりますが、政治に女性が参画していく前にですね、活躍はあらゆる年代、あらゆる世代でですね、いろいろと多様性を持った活躍があると思うんです。ですから女性の活躍と一言で言ってもですね、どの人をどんなところで活躍してもらうのかということを考えて、多くの女性を適材適所に登用していただきたい。男性の方はですね、女性の活躍をよく願っている方はたくさんいるんですけれども、実際にどういう人をどこに当てて、その人にポジションを与えてですね、仕事をしていけば、働き盛りの女性、子育ての女性が、ああよかったと、良くなったなと思ってもらえるかという、こういう政治をしていただきたいんですね。ですから予算をつける、例えばフェムテックという女性の健康管理をテクノロジーを使ってやっていく、何か一つ兵庫県はそれに突出しているなというものを、ぜひ斉藤さんが新しい県知事になって作っていただきたいと思っております。まず健康であること、そして職場があること、子育てがしやすいこと、この3つが女性が、いや兵庫県は最近良くなったよって言ってもらえるような、この3つの要素で、バックアップをしていただける具体的な政策を持っていただけるような県知事になっていただきたいと思います。頑張って応援してまいります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。日本維新の会、もうちょっとですね、まだですね、どんどん練習していきましょう。ありがとうございます。恥ずかしかったらダメなんで、はい、もうバーンといくから、はい、はい、それはですね、3つの課題について本日は斉藤元彦さんのご意見をいただきました。残り2日駆け抜けていきたいと思うんですが、ここでですね、本当に強いメッセージを皆様にお聞かせいただけたらと思っております。もう残り2日になってます。はい、情勢は大変接戦で、私はもう厳しいというふうに思ってます。はいはい、相手陣営もやっぱり必死ですから、はい、どんどん追い上げをしてくる、はい、私に対する、まあ、いわゆるネガティブキャンペーンもさらに激しくなってくるというのが私の今の危機感です。はい、だからしっかりとこれまで以上にですね、お一人お一人の県民の皆さんにできるだけ多く接すると、さっきの駅の街頭活動もそうですけど、はい、そういうふうな一人でも私に考えを表明していただく方を増やしていく、それを一歩一歩ですね、これからも強く強くやっていくということをやって、私の思いを県民の皆さんに伝えていく、新しい時代、令和後の新たなポストコロナの社会、これまでの県政を単に継承する前兆するんじゃなくて、新しい発想で若い世代でこの兵庫県を刷新して新しい兵庫を作っていくということを訴えていきたいと思っています。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。まずはですね、片山虎之助先生、そして鈴木森生先生、そして夕方はですね、夏井代表も来られますんで、ラスト1秒まで維新は斉藤さんを応援し続けますんで、共に頑張っていきましょう。本当に今日はありがとうございました。